さあやっていきましょう。セブンスアニバーサリー。1日限定プレイ賞題。続いて、アラディンがやってきましたね。てってん、てってってってん、てってん、てるててってん、てってん、てるててってててて。英語で歌いたいんですけどね。英語の歌詞も日本語の歌詞も覚えてないっていうね。リズムだけは覚えてますけどね。アラジンがね、一番好きなアニメ作品ですね。やっぱりもうなぁ。言いましてももうあれですわ。変身アリアスアリアパワー。そうなんですよ。もうね、やっぱね、ジニー欲しいな。皆さんはこう願い事3つ叶えてもらえるってなったら何を叶えても欲しいですね。僕はね、身長193センチ欲しいです。今よりも20センチ。あとはそうだな、透明人間になるとか。もうちょっと現実的な願いがあるんだけどな。どうせ叶えっこないやつだったら仕方ないですからね。まあ、でも本当にこう人生かけてやりたいなっていう夢はありますよ。僕はね、まあ、いつかその何をするかっていう深い話はね、いつかね、例えばまあチャンネル登録者数が1万人いったとか、そういう時とかにタイミングでやりたいなとは思ったりするんですけど、まあざっくりというとね、 NBA 30拠点全部回るっていうのやってみたいですよね。今はね、ありがたいことにね、ロサンゼルスレイカーズとロサンゼルスクリッパーズの本拠地をね、2回エンゼルスですね、2回行って、すごい楽しかったんですけど、まあやっぱり他の拠点を見に行ってみたいですし、まあどっちもレイカーズの試合の時に見に行ったんでね、クリッパーズの時はどんなのかっていうのをちょっと見てみたかったりしますよね。まあ皆さんがもし3つ人生でね、願い事を叶えられるならどんなことがいいですかね。ということで、アラーディンやっていきました。ツムもね、167個いきましたね。あと3回くらいやったら順調にいけばね、マイツムのミッションもクリアできますかね。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。